ベスト8入りをかけた男子の3回戦、東北のサーブで始まりました。まずはエースの松本。3年ぶりの出場となりました東北高校、その3年前3回戦で対戦したのが鎮西、サービスエースになりました。春高で大車輪のこの坂本、サーブで貢献。さあここからが手に汗握るお互いにとって勝負の点差ということになりました。第1セットの終盤です。伊藤が上げてシークイック、ここもブロックついていました。そして後ろから増本3枚ブロック、ブロックの上を狙ってポイントを取ってきました。さあダイレクトで帰る増本、前衛強打してきた。最後はエース増本のポイント、10対中。均衡したゲーム展開、第2セットブロックを弾いていきました平田。追いつきそうで追い抜けない東北高校。さあここは坂本、松本、さあアジキ、エースとしての共演。ここはアジキが勝りました。一歩前に出ているのは東北高校、第2セットを取るまであと3ポイント。待ったをかけるか松本、またブロックの上手を伸ばしたアジキ、つないでキャプテン小山、もう一度後ろから飛んできたアジキ。さあこれがラストボールになる。前衛には小山、おっと畠山、松本バックアタック。膝の痛みを抱えながらエース松本は右腕を振ってきます。時間差で入ってきて小山、ここに来てコンビを使ってきました。セットポイント東北、エース同士の打ち合い、ジャンプサーブ平田、ネットイン拾って小山、ライトサイドの坂本、さあ打ち切れない、チャンスになる松本、来るブロック、ここで止めました。大事なところで東北自慢のブロックポイント。さあ松本のスパイクを拾ってアンダーのトス、託してアジキ、フェイント、これがポイントになりました。エースの思いが届いて競った展開、第2セット東北が取りました。さあ勝負の第3セットが始まりました。1対1セットカウントで迎えた第3セットです。第1セットは鎮西、第2セットは東北が取りました。さあこの第3セットは乗ってきた東北のエースアジキのポイントで始まりました。さあ3点差になりました序盤です。レシーブ乱る、アンダーのトス、松本松3枚ブロックの間、ここは抜いてきました。エースの意地があります。さあ今ブレイクポイントになりました東北高、ブロックだ。潮目を変える東北のブロックポイント、1点差になりました。7番伊藤のサーブ、ブロッカーに193センチの佐藤が入って、そのブロックの間抜けていきました。佐藤と小豆のブロックの間、この井坂、24対22、あと1ポイントを取ればベスト8進出が決まります。ジャンプサーブ崩れた、つなぐ、小豆打てるか、打ってきた、つなぐ、さあ誰に託すか、最後は松本、ブロック、ここに来てまたブロックポイント、東北のブロックが勝るか、エース松本を打ち抜けるか、松本来た、打ち拾い上げました東北高校、チャンスになる、ここは小豆が待つ、ここで決めました。なんと追いついた、驚異の粘り越し、エース対決で一歩譲りませんね、はい、さあこちらは松本来るブロック、エースを止めました。止めたのは4番の小豆、ジュースにもつれ込んでいます第3セット。小山が拾って、後ろから小豆飛ぶ、ここはブロック逆に止めました。さあマッチポイントをまた灯しました鎮西高校。さあ小豆の勝負になると思います。セッター1年生の瀬川、あっとダブルエースの小山のスパイク拾う、アンダーで上げる、後ろから松本来た、最後はエースの松本、鎮西がベスト8準々決勝進出を激闘の末決めています。